安田持ってきたか、5000円。え、なんすか？すっとぼけんじゃねえよ。昨日の俺の服のクリーニング代だろうが、ボケ。また悪い冗談。なに？ありゃ自分でこぼしたんじゃないすか。おい、安田がここで裸になりてえってよ。手伝ってやれや。ちょっと阿久津さん。やだよ。おい、こそ落とし物だぞ。それどころじゃないと、助けなきゃならないっすかね。なんで俺が助けなくちゃ。安田、俺地獄やぞ。よし、こそ助けてやる。何？助けてやるっつってんだよ。安心してドア開けろや。こら、安田。手間かけさせやがって、この野郎。どうするよ、アクちゃん。罰としてパンツも取っちゃいなさい。待ちな。その小僧に手出したらただじゃおかねえぞ。何？いいから俺に張り倒されねえうちに消えろ。俺はお前、喧嘩は鬼みてえに強えんだからよ。誰だてめえは。カッコつけやがって。銀のね、金髪頭しやがって。何？俺が優しく言ってる間に。なんだてめえは。ふざけやがって金髪やろうが。ボケ。何が鬼だ、アホ。全然弱い。一体誰だこのバカ。さあ、この辺じゃ見ねえ面だな。安田。払います。クリーニング代払います。ほら、財布がない。このガキはとぼけやがって。スズラン男子高等学校、別名カラスの学校。不吉で嫌われ者のカラスのような不良少年ばかりいるところから、そう呼ばれ出した。よう、安井。何してんだ、安井、パンツ一枚で。俺は安田だ。さっき悪かったな、つい油断しちまって。あんたを頼った俺がバカだったよ。お前のバカ分かってるよ。こんな高校に通ってるぐらいだからな。うるさい。おかげであいつらに殴られて、服取られて、財布までなくしまったんだぞ。ん？財布？財布ってこれか。ああ、それ俺の財布。返す。2400円、確かにある。うん。ところでね、安井くん。あ、俺の名前は安田だよ。安田。えー、この女の人は誰なのかな。財布に入れといた写真。ちょっと、大抵。素直に教えないと許さないかんね。俺の姉貴だよ。何？この人がお前のお姉さん。そうか、わかった。するとてめえは捨て子だな。そうだ、本当の姉ちゃんだよ。そうか、
お前の姉さんか。よし、仇を打って。俺が君の仇を打ってやる。君ってどうしたのよ急に。君は受けた恩さえ忘れなきゃいいんだよ安井くん。おいちょっと、あんた一体誰なんだ。俺か。私ただいまご紹介に預かりました坊や春道であります。本日は私のような者のためにお忙しい中お集まりいただき、誠にもってその何を言っとるんだお前は。俺を舐めると承知すんぞ。おい席に着きなさい。そういうわけで転校生の坊や春道だ。みんな仲良くしてやってくれ。名前が坊やで頭は金髪かよ。バカじゃねえ。何今言ったの誰だこりゃ。俺だよ。なんか文句でもあんのか。いや何文句なんてあるよ。こら何をやっとるかお前たちは。すいません靴が勝手に。あの金髪野郎。ああ遊んでる時の50分と授業の50分が同じ50分だとはどうしても思えん。君もそう思わんかね。ん？あいつ間違いねえ今朝のやつらだ。あいつらもいよいよだな。2年1組の杉原誠、同じ1組の本庄俊也、3組の霧島博美、坂東さんがこの3人をやるのは間違いねえ。そうなりゃろうせず2年は俺らのものってわけだ。そして坂東さんら3年が卒業するまで我慢すりゃ、このスズランで俺らに逆らうやつは一人もいなくなる。なんだどうした。本吉とその仲間たちに言って、てめえは今朝もわけわかんねえ金髪野郎。なんでてめえがここに。もしかして3組に来た転校生って。そう俺がその転校生さ。今朝は随分。おいごめん。うん。なめんじゃねえぞ。おら分かったか。ガキや。ここはてめえみてえなにやけた野郎が来るところじゃねえんだよ。てめえらも3年のバカどもにペコペコしていい気になってやがると、こいつみたいに。いきなりなんてことすんだよてめえはな。だいたい俺はこいつらに用があって来たんだぞ。それをなんだよ後から来て邪魔しやがって。このハリネズミが。ったく。こっちで反省してる。おいただったちさ。このクソガキ。バカ誰が。さてと。やろう。今朝俺を小突いた分と安井の分まとめて返してやんぜ。この上等じゃねえか。五人相手に何ができるんだボケ。一体どうやって。どうやってって腕づくに決まってんじゃねえか。言ったろうが俺は鬼並みに強えって。かあなんだよその目つきは。本当に強えんだって。ねえなんで俺のために。気に入ったからさ。お前の姉さんが。ま
この恩を忘れることなく俺についてくりゃいいんだよお前はな。あのねあんた何にも分かっちゃいないな。うちはちょっと悪をかじったぐらいじゃ通用しないんすよ。阿久津さんだってまだまだ下っ端だし、だいたいうちが何と呼ばれてるか知ってるよ。カラスの学校だろ。ないいじゃねえかよ、カラスでよ。カゴに入れられてよ、飛ぶことも忘れちまうかわいそうな鳥に比べりゃずーっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。安田持ってきたか、5000円。え、なんすか？すっとぼけんじゃねえよ。昨日の俺の服のクリーニング代だろうが、ボケ。また悪い冗談。なに？ありゃ自分でこぼしたんじゃないですか。おい、安田がここで裸になりてえってよ。手伝ってやれや。ちょっと阿久津さん。ちょっとやだよ。待てやれ。来る。やすだ。アクロ来る。やだ。やすだ。やだよ。おい小僧、落とし物だぞ。それどころじゃないと助ける気にはならないっすかね。なんで俺が助けなくちゃ。もう。やすだ。俺地獄やぞ。よし小僧、助けてやる。何？助けてやるっつってんだよ。安心してドア開けろや。こら安田。手間かけさせやがってこの野郎。どうするよ阿久ちゃん。罰としてパンツも取っちゃいなさい。待ちな。その小僧に手出したらただじゃおかねえぞ。何？いいから俺に張り倒されねえうちに消えろ。俺はお前喧嘩は鬼みてえに強えんだからよ。誰だてめえは。カッコつけやがって。みんなね、金髪頭しやがって。何？俺が優しく言ってる間に。なんだてめえは。ふざけやがって金髪野郎め。ボケ。何が鬼だアホ。全然弱い。一体誰だこのバカ。さあこの辺じゃ見ねえ面だな。やすだ。払います。クリーニング代払います。あら、財布がない。このガキはとぼけやがって。スズラン男子高等学校、別名カラスの学校。不吉で嫌われ者のカラスのような不良少年ばかりいるところからそう呼ばれ出した。よう安井。どっ何してんだ安井、パンツ一枚で。俺は安田だ。さっき悪かったな、つい油断しちまって。あんたを頼った俺がバカだったよ。お前のバカ分かってるよ。こんな高校に通ってるぐらいだからな。うるさい。おかげであいつらに殴られて、服取られて、財布までなくしまっただぞ。ん？財布？財布ってこれか。ああ、それ俺の財布。返す。2400円、確かにある。ところでね、安井くん。あ、俺の名前は安田だよ。安田。この女の人は誰なのかな。
財布に入れといた写真。ちょっと、大地。素直に教えないと許さないかんね。俺の姉貴だよ。何？この人がお前のお姉さん。そうか、わかった。するとてめえは捨て子だな。そうだ。本当の姉ちゃんだよ。そうか、お前の姉さんか。よし、仇を撃って。俺が君の仇を撃ってやる。君ってどうしたのよ急に。君は受けた恩さえ忘れなきゃいいんだよ安井くん。おいちょっと、あんた一体誰なんだ。俺か。俺、私ただいまご紹介に預かりました坊や春道であります。本日は私のようなもののために、お忙しい中お集まりいただき、誠にもってその、何を言っとるんだお前は。あ、俺を舐めると承知すんぞ。おい、席に着きなさい。そういうわけで転校生の坊や春道だ。みんな仲良くしてやってくれ。名前が坊やで頭は金髪かよ。バカじゃねえ。何？今言ったの誰だこりゃ。俺だよ。なんか文句でもあんのか。いや何、文句なんてあるよ。こら何をやっとるかお前たちは。すいません、靴が勝手に。あの金髪野郎。はあ、遊んでる時の50分と授業の50分が同じ50分だとはどうしても思えん。君もそう思わんかね。ん？あいつ間違いねえ警察のやつらだ。あいつらもいよいよだな。2年1組の杉原誠、同じ1組の本庄俊也、3組の霧島博美、坂東さんがこの3人をやるのは間違いねえ。そうなりゃろうせず2年は俺らのものってわけだ。そして坂東さんら3年が卒業するまで我慢すりゃ、このスズランで俺らに逆らうやつは一人もいなくなる。なんだ、どうした。トン吉とその仲間たちに言って。てめえは今朝のわけわかんねえ金髪野郎。なんでてめえがここに。もしかして3組に来た転校生って。そう、俺がその転校生さ。今朝は随分。おい、ごめん。なめんじゃねえぞ。あ、おら、分かったか。ガキ、ここはてめえみてえなにやけた野郎が来るところじゃねえんだよ。てめえらも3年のバカどもにペコペコしていい気になってやがると、こいつみたいに。いきなりなんてことすんだよてめえはな。大体俺はこいつらに用があって来たんだぞ。それをなんだよ、後から来て邪魔しやがって、このハリネズミが。ったく、こっちで反省してる。あ、大分が立つさ。このクソガキ。バカ誰が。さてと、やろう。今朝俺を小突いた分と安井の分まとめて返してやんぜ。この上等じゃねえか。5人相手に何ができるんだボケ。
体どうやって。どうやってって腕づくに決まってんじゃねえか。言ったろうが俺は鬼並みに強えって。かあ、なんだよその目つきは。本当に強えんだって。ねえ、なんで俺のために。気に入ったからさ、お前の姉さんが。ま、この恩を忘れることなく俺についてくりゃいいんだよお前は。な、あのね、あんた何にも分かっちゃいないな。うちはちょっと悪をかじったぐらいじゃ通用しないんすよ。阿久津さんだってまだまだ下っ端だし、だいたいうちが何と呼ばれてるか知ってるよ。カラスの学校だろ。ね、いいじゃねえかよ、カラスでよ。カゴに入れられてよ、飛ぶことも忘れちまうかわいそうな鳥に比べりゃずっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。